雪解けキッチンと題したイベントが今日と明日の2日間米沢市の上杉城址園で開かれていて、溶ける美味しさをテーマにした食べ物などが販売されています。このイベントは早い雪解けを願い、間もなく訪れる春を一足早く楽しんでほしいと、米沢市内の飲食店などが中心となって初めて開催されました。今回は11店舗が出店し、牛肉やマグロを使った豪華なお弁当やいちごを使ったスイーツなど、各店自慢の商品がずらりと並んでいます。商品の中には雪解けにかけてとろとろに煮込んだカレーや芋煮など溶ける美味しさをテーマにしたものもあり、バラエティに富んだ美味しいグルメを楽しむことができます。またピンボールやくじ引きが楽しめるゲームコーナーもあり、会場は多くの親子連れなどでにぎわっていました。このイベントは明日まで開かれています。